僕が、演じたのはですね、遠野貴樹という男の子なんですけど、一応ちっちゃい頃から大きい時までやらさせていただきました。そうですね、遠野君はちょっとクールな感じの男の子ですかね。何かいつも遠くを見てるような感じのイメージですねはい。意外と似ているところはすごい多い気がしますね。その声を入れてる時も何でしょう、嫌じゃないというか、すごいこう喋りやすいセリフでしたので、ほとんどのセリフが結構共感できたところはありますね。ちょっとした相手の女性を傷つけてしまうような言葉でも、それを優しく言ってしまうようなところとかも、あと一生懸命何か伝えたいんだけど伝えられないところとかもすごくわかる気がしますね。はい、似てない点はこんなにかっこよくないですねはい、そこが一番のだと思いますなんか初めて自分の声を聞いた時ってすごいショックじゃないですか大嫌いでしたね、自分の声が。よくみんなに真似をされるのでそれがすごい悲しいですよ。ここ 1,2 年ぐらいですね、やっとこう自分の声を受け入れられてきたのがですね、はい、ちょうど声のお仕事をしたいと思った時期にこういうお話をいただいたので、すごく嬉しくてですね、マネージャーと大喜びしましたねでも声優というか声をこうやってアニメの声を入れるのは初めてだったので、全く正直わからなくてですね、こう監督とあと三谷さんとの指導と指示をできる限り答えられるようにっていうのが一番のテーマでしたかね。苦労したところはやっぱり口と同じその間に声を入れるっていうのがちょっと難しくて、何度も何度もこう失敗をしてしまい、ご迷惑をおかけして。難しいもんですよね難しかったです正直。僕も32になってしまっているので、小学生をやるとやっぱり落ち着いてしまってるっていう指摘もされて、でも監督はそれでも大丈夫ですって言ってくださって、もう自分では何がやっぱりいい悪いっていうのがそこまでわからないので、本当に監督の OK だけを頼りにというか、本当に一生懸命やるしかなかったですね。ほとんど楽しかったですねあっという間に終わっちゃったのが寂しいぐらい、本当にずっとやってたいぐらい思いましたね。自分の名前ですかねがやっぱり好きなのは遠野貴樹ですっていうのは、なんか言ってて嬉しくなるセリフでしたね。初めてこう自分の名前を言うのがそう思いましたね。はい、映画でもアフレコはあったりはするんですけれど、だいたい別室にいたりとかすることが多かったりするんですけど、今回アニメの現場って皆さん同じ中にいるんですよね。それがすごい緊張してですねで、あかりちゃんのお母さん役の方とかにこう喉がちょっとイガイガになってくると、なんか薬をいただいたりとか皆さんすごく優しくしていただいてですね、なんでしょう、緊張感とそれがワンシーンでも終わった後 OK 出た後のほっとした時の空気がみんな同じように感じて、なんでしょう、一体でいられるので、すごいなんか興奮するじゃないですけど楽しかったですね。こう他の方がやられてる時はあまり息も押し殺してだったりとか、ちょっとお腹が鳴っちゃったりとかするではないですか。最後すごいどう抑えるかとかで終わったらみんなはぁっていうなるんで、なんかちょっとなんでしょうね、皆さんの本当緊張がすごい伝わってくるので、多分それがいい空気になるんだろうなと思いながらやってましたけどね。はい、監督の作品は2本とももう見てまして、どんな人が撮ってるんだろう、描いてるんだろうっていうのは確かに疑問っていうか興味はあったんですけど、あ、この人なんだっていう喜びと、あと安心感ですかね。うん、すごくイメージというか監督の雰囲気がそのまま映画に出てる感じがあるので、あーっていう、うん、ほっとした感じはありました。あとアフレコの時はやっぱ本当に監督だなと、うん、強さも見えたり、強さと優しさと、うん、そういう部分が見えたので、ああ強い人なんだなっていう、嬉しかったですね嬉しかったのと、本当に大丈夫だったのかなっていう不安と、試写室で見たんですけど、本当それこそドキドキしながら見てましたねなんか初めてデビューした時の作品を見るような感じでしたね。でもすごい素敵な作品でしたし、あととても素敵な絵だったので、うん、安心感はすごくありましたけど、はい、まかりちゃんは駅でずっと待ってくれてるところはすごくちょっと好きですね。なんでしょう、一生懸命さがすごく嬉しいというか、はい、あと2話の花村さんがやったかなえちゃんの校舎のところで待ってる姿で、あるじゃないですか、こう隠れちゃったりとかするところの息遣いだったりとか表情とかだったりとか、なんか今回の女性たちのすごく素敵なところって、みんな待ってる姿がとても綺麗で可愛らしかったり、すごい心情が出てるのがすごくいいなと思ってて、海とかで草原とかで空を見てしまうとか、すごい真正面見てるだけでも綺麗なんですけど、やっぱりなんか上を見てしまうところとか、意外といつも違うじゃないですか、空って面白いので、面白いっていうかパッて見ちゃうんですけど、室内より基本的に外に風があったり温度がある方が好きなので、パッてすぐ上は見てしまうんですよね。で毎日1回ぐらいは必ず見ますね。朝っていうか昼間も夜も、あ、今日月出てないんだとか、星がないんだとか、あ、星が見えるとか、地方ロケとか行ったりするとすごい星の数が綺麗じゃないですか。本当それこそで2話とかの感じじゃないですけど、宇宙の行く時の飛んでいく時の種子島の空じゃないですけど、そういう空を見た時は、やっぱり東京ではあまりないことなので、そういう時はすごくワクワクしますけど、手届かないのかなとかたまに思ったことありますけどねそうだな、何かを求めて見に来なくても、見てしまったら何かがある作品だとは思って今いるんですね、僕は。ここをこう見てほしいっていうところもすごいいっぱいありますし、でも、見ていただいた人たちにの中に何かが生まれるとは思っているので、本当にゆっくり見てもらえればいいなと思います。